チョコより文房具が欲しいはい仮面の子私ですはいえっとですねまあね冒頭部分にね叫んだんですけどはいあのそういうことをねあの言ってる方ね実はねあの何人かねあの今まであのイベントの方とかでねお会いしたことあるんですよねはいまあねあの結構ね <laughs> 本音みたいなねとこなんかしてないですけ失礼なみたいな形でもねあったりもするかもなんですけどはいまああのあれですねあの文房具ファンにとってはねまあチョコもね嬉しいんですけどねあの文房具もねあの嬉しかったりもします特にねあの文房具合がね結構ね強い方っていうのはねはい文房具もらえるとね嬉しいかもですまあ自分もねあのこれ まあチョコをね、まあ、もらったりもすることあるんですけど、あのまあ、文房具をね、いただくとね、自分もね、ちょっと嬉しかったりもします。もうチョコなんかもらえねえよみたいなね、あの方もいるかもなんですけど、まあ、自分用にね、あの文房具みたいなのもね、この際買ってみるもね、いいかもしれないというね、はい、形になります。まああそういうい時にですね、ね、例えば、ね、あの… 自分のすごいね、一中の相手がね、すごい文房具が好きっていう方でね、ああ、今年チョコよりも文房具の方がいいんじゃないかなとか、何送ろうかなみたいな形でね、はいあの悩まれた方はね、ぜひね、今日紹介するね、このベスト5をね、ちょっと参考にね、していただいてもいいかもですし、ちょっとね、いつもチョコをってるんですけど、今年はね、ちょっと変わった。 感じのアプローチでね、あの文房具好きなね、あの人にね、ちょっとこういうの送ってみようかなみたいな形のね、あの思っている方はね、ぜひね、この動画参考にしていただいたらなと思います。まあ自分がね、ちょっとね、いろいろまああれこれ考えた中でまあベスト5選んだんですけどね、まあ結構ね、あの独断と偏見みたいなのを含んだりするんでね、それちげいよみたいなのとかね、もっと困難んんがあるよってね、言う方はね、あの下のところにもね、あの書いてもらったりね、あの突っ込んでいただいたらなと思うんですけどね、あのバッドボタンつけないでね、くれぐれもね、グッドボタンとかね、チャンネル登録とかね。 ぜひしてくださいもうその方がね自分もねあの自分にとってもねすごいバレンタインのねプレゼントになってね非常に自分ねめちゃくちゃハッピーになったりするんでもうぜひねチャンネル登録とかねもう繰り返しねこの動画見ていただいたらなと思いますはいということはねあのまあ、さて大きにそうなんですよねはいベスト5の方をね紹介していきたいなと思いますはいじゃあねあのこちらの方に表にまとめましたはいこちらになりますじゃーんはい前もねこれベスト5ってやったんですけどねはいそれと同じ形ですまあね紙をねこういうふうに切ってねこういう風に短冊状にねこういう貼ったような形になる ですよねはいそうなんですよ。まあねあのデジタルでねやってもいいんですけどねせっかくね文房具をね紹介したるんでねあのハサミで切ったりとかねはいこ,ここのところねあの両面テープのねあのやつでくっつけたりとかねなんかしてねこういうふうに作った形になります。ということでね今からねこの第5位から順番にねあのこういうふうにねピってめくりながらね、はい、やっていきたいなと思います。はいじゃあねまずは第5位の方からねいきましょう。はははいい第5位はこちらになりますじゃーんはーい のねホッチキスの水辺の生き物シリコンビーバーになるんですよねはいじゃあねこちらになりますはいじゃあはいもうこのね可愛い,いルックスなんですよこれがもう非常に素晴らしい。 はいまあこれね動画でもねあの紹介してね熱い思いを語った形なんですけどねはいこれねあの同時にねサメとねあのワニがねはい出た形になりますまあその中のね自分はこのビーバーさんを買った形なんですよねはいまあね買った理由とかね細かくはねあの動画の方をね見ていただいたらいう形なんですけどはいこれがですねなんとも言えない可愛さなんですよねもうねホチキスね使わない時でもねこういう風にねなんかねあの机の端のところに、ね、置いてるとねもう可愛くてねもうついついねあのえいえい えいえいみたいな形でね閉じないんですけどもえいえいえ,いえいしたりとかねなんかこういうふうにねあの手に取ったりとかねなんかあの無駄にこうやってね手に取ってこういう風にねあのこういうふうにねあの 空と陣みたいな形でしてね、こういう風に遊んだりとかするんですよね。はい、それぐらいね、こいつ愛くるしい存在なんですよね。あの男もね、全然あの楽しめます。あの女性の方もね、あのドヒットの方もね、いるかなと思います。はい、という形でね、このね、前版のとこがね、これ素敵なんですよね。ビーバー。なんでこいつ一番人気ないのかな。はい、まあ、分もサメよりもね、こっちのビーバーの方が好きな形です。はい、という形のね、このシリコンビーバーなんですけどね、この色ですよ、この色。もうこれまさにね、これあのチョコレートですよ、これ。はい、あのチョコレートの箱にね、これ入れててもね、あの 全然ね分かんないぐらいなんですけどね。はい、という形で自分ね、これ、第5位にね、選ばせていただきました。はい、ということで、第5位はこのね、シリコンビーバーさんです。はい。という形のね、はい、第5位でした。じゃあね、第4位はね、何かと言いますと、はい、第4位いきますね。はい。じゃあ、第4位はこちらになります。はい。じゃーん。 はい、パイロットの S20 レグのいう形になります。はいこちらはねあの見た瞬間におって、ね、なったねあの中学生の方とか高校生の方大学生の方とかいるかもなんですけどはいもうこれねあの最近のシャーペンの、ね、土定番です。はい、あの結構ね、まあ、昔からねあの出て,てねあのヒットモデルのロングセーラーのやつになるんですけどこちらになります。 じゃーんはい珍しいね木製のね製図用の、ね、ペンなんですよね。これ、ST&T n の本なんですけど、はい、これねパイロットにね S シリーズっていうねあのー、製図用の,、ね、あのシャーペンのシリーズがあります。はいまあ、ね s 3 20とあるのかな、はいまあ、その中のね、あの20でね、一番最上位モデルになるんですけど、はい一番最上位のやつになると、こういうふうな形でね、あの木目調のやつになるんですよね。あーもう木のやつになるんですよね。はい。でね、これね、木の,のね、色でもね、もっとね、いろいろあるんですけど、自分はね、結構ね、あのー、濃いめのやつになりました。なんで、これ、チョコに例えるとね、結構ビダーな形になるんですけど、はい、もっとね、あの茶色いね、甘いミルクみたいな形のね、あの色合いのやつもあったりもします。はい。まあそれはねあのー まあその人の趣味とかね、そういうのに合わせてね、あの変えていかれたらなって思ったりもします。はい。でね、これね、コード表示窓がね、ここのところについてるんですよね。はい。でね、これね、むちゃくちゃね、廃盤のやつになってくるとね、これ一般筆記具用モデルっていうレアモンの,のモデルとかもあったりもします。まあ、それはね、ここの上のところと先っぽの口金がね、ちょっと違うような形状になってるやつなんですけど、それはね、結構レアモのなんでね、モアね、モアあのベターと言いますかね、結構、あのよりね、本命のね、ど本命の方にはね、それをあげられたらね、もうちょっとね、あの、 嬉しすぎてね傷づくかもしれないですね。<laughs> はい。というふうなね、やつなんですけど、はい。このね、S20 をね、書かせていただきました。これ、非常に持ちやすくていいんですよ。これ、非常にね、やっぱりね、あの、人気だあったり、定番だけあってねあの、非常に素晴らしいペンです。あの、もう完成されたね、形みたいな感じです。ただね、これ、一つね、これ、ガイドパイプのね、はい、ところ。これがね、あの収納できないんですよね。なんでね、これね、あのあーって落としてしまうとね、これがね、ポキーンってね、曲がってしまったりね、潰れちゃうかもしれないんでね、そこだけはね、あの、要注意形でね、筆箱でね、綺麗に ね、扱うようよにしてくださいまたね、この S20 シリーズ、あ、20やないね、あ、20シリーズじゃないね、S シリーズに関してはね、ちょっといろいろ種類があったりとかするんで、またそれはね、別の動画みたいなんでね、またあのいつかね、ちょっと紹介したいなと思います。はいということでね、これがまあ第4位なんですけど、ここにね、レグのカッコしてあるんですよね。はいというのがね、この S20 の話に出てきたときに、一緒によく出てくるのがこれなんですよね。 ははいいいレグノっていうやつです、はい、これもね、レグノもね、いろいろ種類あるんですけど、その中でもね、この2500円のモデルってね、これ結構ね、S20 と似てるんですよね。はいこういう風にね、並べるとね、かなり似てたりするんですよね。しかもね、これ色をね、自分結構ね、あの合うやつをちょっとね、買ったりもしたんで、余計にそうなんですけど、はい、もう違いってなんだよみたいな形なんですけど、はいあのこの金具のところがね、あのレグノの方がね、これ手前がレグノなんですけど、こっちの方がね、あのちょっとキラッとしたような形なんですよね。 で、あの、つや消しになった方が、これ S20 のやつになったりもします。はい。でね、あの、これ、まあ、どこが他違うかと言いますと、このボディがね、もうちょっとこう太いんがスーッて続いてる形なんですよね。はい。でね、あとはね、この先っぽのところね、口金の部分なんですよね。はい。まあ、これがね、あの一般引き用みたいな形になってるんですよね。はい。まあね、あの、先っぽにガイドパイプが長くあのついてないみたいな形になりまして、ほんで、あの、このクリップの部分とかね、はい。あのこの辺の部分とかが、あの、結構、あの、 他の、ね、パイロットの,あの,あの上の方のクラスのなんかペンとか、まあ、マネスとかでも見られるような縦の、ね、パイロットって書いてあるような、ね、あのこういうふうなあの刻印がさえたりとかしてます。はい、でねあの、ここのところも、ね、コード表示窓がついてないんで、どっちかというとね、あのまあ、製図用に。 すごい特化したやつがこっちだね、握り心地においてはこれはね、すごい賛否が割れるとこで、個人的にはね、持った感じはこの S20 の方がね、しっくりくるような形になります。ただ、結構あの、ね、なんかもう大人とかのね方とか、あの、もうなんか製図しないよみたいな方とかで、まあ、ちょっとキーのやつでいいのってなったら別にこれなんかなって思ったりもします。まあ、この辺はね、すごい好みが割れるとこなんでね、まあ、あの、 お渡しするね、相手によってね、あのこの2つをどちらかを選んでもらえたらなということで、この2つにしました。はい。まあね、値段差でいうとね、500円ぐらいの違いなんですよね。はい。まあこれ、S20 の方がこれが2000円、まあ、前後。そんで、これちかが2500円前後みたいな形で、まあ値段はちょっと500円違うんですよ。まあ2回打った感じの値段帯のやつになります。はい。というのがね、第4位やったんですよね。はい。じゃあね、第3位のところにね、行きましょう。はい。はい第3位は何かと言いますと、こちらになります。 じゃんはいシードのねはいレーダーのねあの50周年の消しゴムセットになりますはいこれねこれがですねなかなかのねあの <laughs> すごいやつやったんですよねはいまあねちょっと出していきますはいこちらになりますじゃーんはいもうこれねあの箱買い自分しましたはいこれ箱買いでね買った方もねいらっしゃるかなとね他にも思うんですよねはいこれがですねあの2018年ネタでねあの これ収録してるのが2020年なんでね、全然今年のやつじゃねえじゃんみたいなねあの感じで言われるんですけど、はいこれはおそらくねあの消しゴムのねあの歴史においてちょっと名を残すようなやつかなと思いますし、買ったあと大事に置いてはる方もいるかなと思うんですけど、まあ大事にね置いといて眠らしとくんやったらね、あの人にあげてもいいかなっていうのもありますし、ちょっとですねこの中身見てもらったら分かるんですけど、はいじゃあ中をねちょっと出しましょうか。はい じゃーんこれ蓋開けるとねなんとこんな感じになってるんですよね。もう これこう立てるとね、もうこれなんかもう重機みたいなね、形なんですけどね、はい、そうなんですよ、もうこれね、あのチョコレートのね、アソートみたいな形になってるんですよね、はい、なんですけど、これがですね、あのよくね、あの筆箱紹介とかね、あの文房具がすごい好きな方ってね、あのよくあの SNS とかでね、あの筆箱紹介とかってさえたりするんですよね、まその時にね、あの絶対筆箱ね、あの1個だけじゃなくてね、2個とかね、あとはね、あの同じ筆箱でもね、中身のね、あのメンバーを変えたりとかしてね、あの スタッフつけてて紹介とととかかかしししたりとかしてあの長く、ね、あの楽んんだすするんじゃないかなと思いい思ます、まあ、そうした時にね、あの色合いをちょっと、ね、変えたいとかいう時にね、まあ、消しゴムって絶対ね、その筆箱紹介やって必須やったりもするんで、まあ、この色にしようか、この色にしようかみたいな形でね、あのこれ全色、もうほぼ全,全色というか、まあ、結構カラフルにね、揃えられたりもするとこがあるんで、これね、非常にね、あのその筆箱作りみたいな面でもね、役に立つやつなんじゃないかなと思います。まあ、使うんがなかなかもったいないなってね、思ったりもするんですけど、 仮にですよこれねあの例えば文房具好きな方がこれ1つ買ってたとしてあのまあ、2個3個って買ってる方がいたらあのいいかもなんですけどあああの時1個しか買わなかったなーっていう人でもこれがもう1個あったとしたらこのもう1個の方はねあの、まあ、こっちはねあの保存用鑑賞用とかねなんかあの 教養みたいな形でねこういう,うにあに何個もねこれ持っててもね嬉しいもんなんでね、これは非常にね喜ばれるやつじゃないかなと思います。でね特にねあの文房具のねマニアって別にねあの年代がね常に新しいやつじゃなくてもいいんですよね。あの廃盤モデルとかね限定モデルって聞いたら、ね、もうそれだけでね目がキラーンって光る方とかね、ねもう触覚がピコ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 ,ピコね動く方も、ね <laughs> はいあの痛いとかするんでね、はい、あの全然ねこの2018年モデルのこれもね非常にねこれ喜ばれるんじゃないかなと思います。それにしてもねねこのシードさん、ね50 年に、ね、消しゴムねちょっと出しすぎかなみたいなところもねあったりするんですけどこれはね個人的にね非常にあの良かったやつになりますはいなんでねこれね第3位にねちょっとチョコレートもね彷彿するような形やったんで入れさせていただきましたはいじゃあね第2位に行きますねはい第2位はいこれがですね何になるかと言いますとはいじゃあね行きます第2位はこちらになります じゃーんはい、ステッドラーのね、925の3号シリーズの中のね、アーバンブラウンっていうやつになるんですよね。はい、これですね、あの結構新しめの商品です。はい、あの、実はね、これね、あの、買ってまだ全然間もない形なんですけど、はい、ちょっと出していきます。こちらになります。じゃーん。はい、これちょっとね、あの、他取り出しますね。はい、こういう風なやつなんですよね。これ、綺麗なんですよね、これ。はい、むちゃくちゃね、これ、あの、ブラウンがね、綺麗になってまして、このね、あの、 金金具のとここころがねねにななってるんでですすよは、ね、はいいいれれ最高じゃないですか、はい、925の35ってね、結構ね、もう、ど定番のね、シリーズですし、もうこれね、シャーペンとしてのね、自分、完成形かなって思います。はい、あの、ドイツのメーカーのステッドラーから出されてるね、925シリーズ、まあ、いろいろあったりするんですけど、まあ、その中のね、35っていう、一番ね、あのコラボとかが多いやつになります。でね、 これのねアーバンブラウンこれねセンスいいやつがこれ出たんですよねはいこれねあの結構最近出たんですけどあのここのね後ろを見てもらうとこれ値段も載ってるんですよねはいまあこれ1600円ぐらいでこれね品番がねこれ NBC って書いてあるんですよねはいこれ 見えるかなこれ NBC って書いてあるんでんやねんみたいな形でねあの思ってたらこれね自分あんま知らなかったんですけど株式会社 NBC っていうところがねあ,のあるみたいで、まあ、そこのところがね紀ノ国屋系列グループみたいなんですよね、はいまあ、そこでね、まああのまあ、文房具のなんか製作販売とかねあの店頭販売みたいにもねあのされてるみたいなんですけど自分のところのね最寄りにはちょっとここなかったですのであんま知らなかったんですけど、まあ、これ系列のねお店やったらねこれがねあの売られてたみたいな感じですで自分はねあのキノクニ屋が ね結構あの最寄りのとこにあったんでまあ、これキノグニアでねあの買ってきた形でまあ結構な数がねあのまだ2020年のねあの2月頭現在ではね置いてあった形になるんですけどまあ言うてもね数量限定すしねここまでね綺麗なやつなんであのぜひねあの早めにあのお買い求めいただくといいかなって思います。はいでですねこれね925の35ってむちゃくちゃねあの完成されててすごい 素晴らしい書き味なんですよね、まあ、これもねまたあのの後ほどねなんかあの機会があれば動画にしたいなって思ったりもするんですけど、はい、あのもう買って間違いないやつですんでもう土定番でもありますしあのむちゃくちゃねあの色が出されたりするんですよねはいまあ,あの他のシャーペンに例えますとねあのスマッシュっていうねあの初め社長があの 初め、社長さんがね、あの紹介されてから、もうダーってね、ヒットされて、もういるんだからがね、あの出てたりするのと同じ形でね、もう毎年ね、結構ね、あの、いろんなこの限定限定みたいな形でいろいろ出たりするんですよね。でね、自分もね、あの、まあ文房具付き合いうことで何個かね、あの、いただいたりとかもしてるんですよね。はい、まあ、こちらとかなんですけど、はい、あの、これもね、同じ木のリア系列のやつかな。で、これは確かハンズ限定のやつだったと思うんですけど、こういうのもいただいたりとかしたんですよね。あの若干ね、この上の部分とかのね、この切り込みとかがね、なんか入ってる、入ってないとかの違い とかねなんかこの金具の色合いがねちょっと違うとかねなんかいろいろあったりとかしたりもするんですけどあの結構ねもうこの92535がねなんかもういっぱいねわーってねあの <laughs> あったりもしますあのこれ以外にも今出してないやつとかでもあったりもしますという形でねもうなんか92535の濃淡みたいな形にね <laughs> なんかなってるような形でもあったりするんですけどはいあのこれねあの非常にあの書き味もいいですしねいいペンなんでもうこれなんぼもらってでもねあの嬉しいやつですはいまあ筆箱作りとかにもねあの 活用できたりもししますしこの茶色っていうのはね、このアーバンブラウン、結構個人的にね、まあ、この92535の,の限定色カラーシリーズの中でも非常にあのいい色合いで、しかもね、あのチョコレートをちょっと彷彿とさせるやつなんで、まあこれはいいなと思って、まあ自分2位に選ばせていただきました。はい、ということでね、第2位がね、このステッドラーの92535の,のアーバンブラウンでした。はい、ということでね、残るは第1位なんですよね。はい、第1位は何かを。 今から出していきたいなと思いますはい、じゃあ発表します第1位はこちらになりますじゃあ、はいステッドラーじゃなくてシードのねレーダーのチョコクランチになるんですよねはい、おめでとうございます はいまあねシードさんねこのサイ,ンサインにもね来てたんですけどはいこのチョコクランチがね何かと言いますとねはいこちらになりますじゃーんはいこちらはねこちらは本物のねチョコなんですよね実はでもねこんなねこんな中に入ってんですよねこれなんかちっちゃいゴミ箱みたいなねはい <laughs> ちっちゃいゴミ箱みたいな中のところねはいあのこの中にね実はねあのこんな形でねはいあのチョコクランチがこういう風に入ってんですねしかもこれがねあの はいこのレーダーのねあの消しゴムのこのブルーですよ。はいこういう風なねあのやつがねあるんですよね。はいこれこんなの初めて見たよ。これ、どこにあるのみたいな形なんですけど、実はねねこれあのお土産屋さんで売ったりしてます。はいまあ自分、ねあの大阪駅とかねあの使ったりとかするんですけど、まあ大阪駅からねちょっと横に駅マルシェみたいなところあるんですけど、そのねあの外れみたいなところにねあのお土産屋さんがあって、その中にねあの置いてあったりします。あのツイッターでねそのね行き方みたいなのを紹介したところ、なんかえらい結構。 あのいいねいただいたりとかねなんか拡散していただいてねあれやったんですけどはいこれがねあの まあね結構いいんですよね、これあのちょっと小さめのねゴミ箱みたいな形ですけど、まあここにペン立ててもいいですしねこれゴミ箱代わりにしてもらたいただいてもいいですしね結構ねいいねとかくださった方がねあの女性の方も男性の方もいろいろ言い張った形なんですよね。なので、これね男女ともに結構ね受けがいいんじゃないかなと思ってねあの第1位に選ばせていただきましたそしてねこれがですね非常にね美味しいんですよね、またはいあのどんなねあの形のやつが入っているかといいますとこれちょっと1個破ってみますね。はいあの,この こんな形のね、はいあのー、あのザクザクしたチョコレートですよ。はいこういうふうな、ね、ザクザクしたチョコレートなんですけどね、これね、非常にね、美味しいんですよね。まあ、ちょっと食べてみますね。うんうん、なんかね、ちょ,ちょっと咀嚼音をね、ちょっと楽しんでもらうみたいなね、ちょっと ASMR みたいなとかね、<laughs> あのやってるんですけど、はいこれがね、非常にね、美味しいチョコクランチなんですよ。あのこれ あの本当にね、一度ね、これちょっと食べてみてください。本当にね、これ美味しいんですね。はい、これがね、あの美味しくなかったらね、順もね、1位にしてないんですけど、これ非常にね、美味しいんでね、これ本当にね、あの、どういう経緯でね、これ、あのチョコレート選ばれたか分かんないです。これ非常にね、これね、グッジョブやったと思います。これ後ろのとこ見るとね、なんかメーカーが書いてあるのかな、どこのやつなんだろうね、これ。はい。 なんかいろいろ書いてあるんですけど、はい、なんか長戸屋ってなんか書いてありますね。まあ大阪のところにあるんですかね。ここ、チョコレート、これ、むちゃくちゃ美味しいです。これね、非常におすすめです。はい、でね、このね、カンカン、これ、カンカンなんですよね、実は。はい、なんでね、これ、あの磁石がね、あのくっつく素材にねあのなったりしてます。はい、なんでね、あのー、 レーダーとかのね、あの最近地消しとかね、なんか結構あの消しゴムとかでもね、なんか磁石をね、活用したようなね、あの、面白いなんかアイテムとかあったりするんで、それをね、ピチャ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 ね、あのここのところにね、つけてね、遊んだりすることもできるかなって思います。はい、ということでね、これね、あの飾っておいてもいいんですよね、あの食べ終わった後飾っておいてもいいんで、これ非常にね、あの、面白いアイテムかなと思いましてね、はい、食べた後もこれ楽しめるっていうところ、はい、そしてインパクトとかね、なんかその辺のエンターテインメント性とかね、あのその辺も考えて1位いう形になります。 はいじゃあね <laughs> あねのおさらいでねそれぞれの値段の方をねちょっと紹介したいなと思います。このね第5位のねあのマックスのホッチキス水,の生き物水辺の生き物のシリコンビーバーに関してはこれは値段がね約1200円ほどになります。でこのパイロットのね S20 とレグノに関してはこの S20 が2000円ぐらいででレグノが2500円ぐらいになります。 であのレーダーの50周年の消しゴムセット、はいこれ2018年の廃盤になるんですけど、あの、まあのまその当時ね、ねあのちゃんと売られてた価格では3000円ぐらいになります。ちょっともしかしたら今、プレミアがついてるかもしれません。 で、第2位のね、このステッドラーのやつに関しては、これが1600円になります。で、1位のレーダークランチに関しましては、これがね、1200円ほどになります。まあ、いずれもね、約まあ3000円までぐらいかなに収まるような形になります。まあ、3000円となるとね、ちょっと高いかもしれないんですけど、ちょっとね、やっぱり本命やみたいな方とかね、あまりにもね、ちょっと安すぎるやつ送ってもね、あの、ギリかよみたいな形でね、言われるかもしれないんですけど、まあ、結構ね、あの本命の人にあげるには、まあ、その辺ぐらいのね、値段の方がいいかなと思って、これぐらいにしました。 これねもっとね高いシリーズ正直あったりとかするんですよねペンとか,からでもただねあんまり高いやつをね送りすぎるとね今度お返しの時とかねなんかそういう時とかね特にあのホワイトデーの方ですねあのバレンタインの方はあれなんですけどホワイトデーの時にどうしようかみたいなどういうの返そうかみたいな形で逆にね困ったりとかするんでねあのまあ 限度がここまでぐらいかなみたいな形。まあ、もっと高いやつ送る人もいるかなまあ、これちょっと生活レベルとかなんかそういうのにもよるかもなんですけど、まあね、ちょっとあのこういう風な形で自分は選ばせていただきました。はい。ということでですね、まあ、このベスト5いかがだったでしょうかねまあ、参考になりましたかねまあ、なってくれたらあの嬉しいかなって思ったりもします。はい。ということでね、ぜひね、あのこの動画あの良かったと思う方、まあ、それ以外の方もね、もうぜひね、グッドボタンを押していただいて、まあ、チャンネル登録の方もぜひしていただいて、でね、あの他にもね、この ベスト5含めね、なんかいろいろね、他のベスト5とか、まあ面白いね、文房具とかいろいろ紹介してるんで、見ていただけたらなと思います。はい、それではね、皆さんね、もうすぐね、バレンタインなんですけどね、はい、あの楽しみにね、あのしておきましょう。はい、ということでね、ありがとうございました。良きバレンタインをということでね、はい、ありがとうございました。バイバーイ